は再びこの世界に来られ、神の国を打ち立てます。神の新しい世界では、神は人と共にお住みになり、人は神の民となります。そこでは、悲しみ、嘆き、苦しみもありません。天から来られた救い主イエス・キリストを信じて、神の栄光
します。